本屋に行きましたら、モーターファンという雑誌で直列ロッキ島が今回テーマになってました。立ち読みしましたら CX60 が載ってましたので、ついつい買ってしまいました。なぜ直列ロッキ島が最近復活をしているかというものがいろいろと載っております。基本的には排ガス規制に対応して V6 よりも効率がいいというのと、コストの面でも有利というのが直列ロッキ島の利点であります。逆にネガティブな面では縦に長いので衝突安全性に不利な面がありました。マツダは直列ロッキ島の長いエンジンをどうやって車体の中に収めるか、またもう一つ衝突安全性を確保するためにボディがぶつかってもその衝撃を一つずつ拡散しながら潰れてキャビンに当たらないようにする、安全性を確保する、またエンジンの中も大丈夫のようにぶつかって一つずつこう潰れて衝撃を和らげるというような開発がこの本には書かれておりました。本当にマツダの技術者が紹介されてますので、ぜひ見ていただけたらなと思っております。他にも直列ロッキ島の歴史や今現在なっているなぜ直列ロッキ島が復活したか、あと他にも V6 と直列ロッキ島のなぜこの差が生まれたのかとか、いろんなことが書かれてますので見ていただけたらなと思っております。CX60 は内装や外装以外にもエンジン、FR ベースなど魅力的なところがたくさんあります。その一つがこの直列ロッキ島エンジンです。本当に所有欲が満たされて毎日乗ってても楽しく運転ができております。本当に SUV のロードスターだなと思いながら乗ってます。もしよろしければまたチャンネル登録の方をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。